続いてはスバル社と関わりのある県内の企業を紹介するリズムクリップのコーナーです。今回は太田市の千代田製作所から技術本部設計部の西澤さんと組み立て部の鶴澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まずは西澤さん、千代田製作所という会社についてご紹介をお願いします。はい、創業61年目を迎えました。主な製品は自動車用プラスチックの成形、塗装、組み立てをメインに、エンジンハーネス等の電線も扱っております。最大のお客様はスバル様であり、主にスバル社の外装部品を中心に開発から生産を行っております。外装部品の他にも空調ダクト類やエンジンルーム内のハーネスも開発から生産までを行っております。設計・素材の開発・検討から品質評価試験、量産成形、塗装、組み立て、品質検査、納品の一貫した開発・生産体制が整っております。西澤さんは普段どのようなお仕事をされているんですか？私は入社して18年になりますが、主にスバル様向けの外装樹脂部品の製品設計に携わってまいりました。お客様のご要望に対応することはもちろん、ものづくりの入り口であり、品質や原価にも大きく影響する責任重大な仕事で、商品化に至るまでは苦労はありますが、自分が担当した部品がカタログに載ったり、実際に街中を走っているところを見たときは苦労が報われ、やりがいを感じています。古澤さんは組み立て部ということですが、どのような仕事内容なんでしょうか？はい、主にフォレスター、インプレッサーのルーフスポイラー、リアゲートガーニッシュ、フードグリルなどの外装部品の組み立て、品質の検査、梱包、出荷と一番お客様に近い最終工程が組み立て部です。組み立て工場は5工場あり、約180名のメンバーが最終工程で活躍をしています。そのうち派遣社員が 70% を占めており、全員が外国人で構成されています。また正社員、パートも含め、組み立てラインに立っているメンバーのほとんどが女性社員になります。古澤さんのように女性の方も多いんですね。はい、力仕事となるとできないことが多いのですが、女性ならではの繊細な作業は得意です。自動車部品の特に塗装品の組み立ては丁寧な取り扱いが必要になるため、女性特有のきめ細かな作業で、高品質なものづくりの現場では大いに能力を発揮してくれています。またいろんな国籍の人が集まってくるので活気はありますが、その国の習慣、文化、宗教などいろいろな価値観を持っています。ですがその特徴を理解した上で、その個人に興味を持ち、コミュニケーションをしっかり取ることで個別指導を充実させています。外国人の方も多いということですが、課長として苦労されていることありますか？はい、今までは目の前の仕事をしていればよかったのですが、その先の業務を計画的に進めていくことが仕事になります。今までより視野を広くして、他部署の調整や人材育成も積極的にできる立場になりました。他部署と連携し、生産計画や改善も含め、調整役としての難しさはあります。今後は他部署間のコミュニケーションをさらに充実させて、スムーズに仕事ができるようにしていきたいです。女性ならではの視点も生かしつつ頑張っていただきたいですね。では続いて西澤さん、スバル社とのコラボプロジェクトもあるようですね。ご紹介いただけますか？はい、スバル様とコラボして、環境に優しい再生カーボンファイバーを使用してスーパー耐久車のフードを企画し、商品化に成功しました。スバル様は自動車部品だけではなく航空部門もありますが、航空部門で製造の際に発生する従来は埋め立てられていた廃材を利用し、千代田製作所が協力企業と一体となってカーボンファイバーに再生して
カーボンフードを製作いたしました。これによりスバル様のグループ内でスバル航空部門から千代田製作所へ、千代田製作所からスバル自動車部門へと循環型リサイクルのスキームを確立することができました。アルミのフードを再生カーボンファイバー化することで約 2kg の軽量化を図ることができました。リサイクルしたカーボンファイバーは従来の約10分の1のエネルギーで作ることができるので、大幅に CO2 を低減し、SDGs にも貢献できております。詳細につきましては、千代田製作所のホームページをご覧いただければと思います。環境に配慮した取り組みは今後さらに重要になってきそうですが、今後チャレンジしたいことはありますか？さらに SDGs に貢献できるような部品開発を目指して頑張ります。古澤さんも今後チャレンジしたいことはいかがでしょうか？今世界的に電気自動車にシフトするなど、ものすごいスピードで業界が変化をしています。また新型コロナや半導体不足などの脅威もまだ続いているのが現状ですが、生産は回復傾向にあります。このような外部環境の変化に左右されない職場として、 AI による自動化を進めていきたいと思っています。 AI の導入は作業データが必要になってきます。私たち女性中心の職場の優位性を生かしたノウハウのデータ化をし、さらに作業性の向上をさせる職場改善を進めていきたいと思っています。 AI の導入などによって今後さらに働きやすい職場になるといいですね。ここまで太田市の千代田製作所から西澤さんと古澤さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。